はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回はこちらのはるかちゃんデビューガチャですね、こちらを引いていきたいと思います。まあ、ひきょりくんの方はね、もうイベントは終わっていて、あとね、チケットの方がね、ちょいちょいあるので、まあ、そちらを引いて、あと第2弾の方もセレクトピックアップガチャとして来てるんですけれども、こっちはメンツ的に俺はいいかなと、思っているので、はるかちゃんの方を引いていきたいと思います。で、チケットの方がですね、まあいろいろあるんですけど、とりあえず SR 打撃&筋力チケット3枚、こちらをまず消耗していきましょう。もう誰が出るんだか、あ、虹が来た虹が来たけど、こっから PSR って来んの、まあ、キラーンがないよね、そりゃいつものパターン。虹が出るけどキラーンがないのはいつものパターン。あ、水月、お、フルナガいいね、ゲ、水月また出たあと誰だ、わからん、まあわからんけど、こんな感じでしたと。では、はるかちゃんの方に行きましょう。で、ひきょりくんを走るためにとりあえず10連だけ引いて、確定の PR はるかちゃんだけ出ましたとあとタンガチャもあるので、タンガチャ引いて、まあ、石の都合上20連30連40連まで引くと、まあ、大体なくなるかなという感じになってますので、まずはまあ恒例のタンガチャからいきますか。ポン、普通。お、でも PR か、 OKOKOK。 ではもうちょっといきなり20連目になります。20連目は SR1 枚確定ですね。いきましょう。ちなみにね、ヤギユちゃんはね、プラゴなんですよね。他のキャラは全然出てくれていいんですけど、まあ、そもそもバナーキャラが来るかっていうところ。おお、バレホームいいね。あとはまあ、はるかちゃんは解放用に持ってていいかな。鎌狩もね、今 PSR プラ4なんで、まあ、はるかちゃん、お、いいね、結構出たね、はるかちゃんそもそもさ、でも母体がないとね、いや強いよね、まだ1回しか使ってないけど、はるかちゃん。では30連目に行きます。ここも SR が1枚確定と。まあ、最近はね、もう割と確定系が多くなってるんで、ただ普通に確定枠しか出ない。おい、お前か、いらん。お、クライエさんもな、母体がないからな、エクちゃん。うん、ここはまあなんか微妙でしたね。で、次の40連目はここはバナーキャラになってますと。お、2つ入ってんね。まあ2つ入ってるけどね。おー、ちなみにユニ・エミリーは持ってないっす。ヤギウちゃんか、もうヤギウちゃんは申し訳ないけどいらない。うん、というわけで、収穫はエミリーちゃんでしたね。まあ、はるかちゃんは例によってお借りしていきますか。あ、これがある、これ15個か、マジでなくなるな。いまだに SR が出ない。はい、出ない。おお、先駆けくんじゃないか。で、今ね、太平楽の強化が来てるので、まあ次はちょっと、まあ、はるかちゃんピッチャーでお借りして使っていこうかなと思ってますので、まあもしよければまた次回のサクセスも見に来ていただければと思います。今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。